常磐線ダービー。今前半45分の笛が鳴らされました。まずは大崎から長いボールを蹴っていきます。ここで競り合ってこぼれたボールです。ここは山口、山本が行きます。あ、かわした。山口クロス、柔らかいボール、入ってきたのは谷村でした。そして山下、いいボールが入ってくるぞ。中に入って谷村ヘディング、ナイスキーパー。前連続で決めている。今シーズンは2回やりました。ありです。山下からいいボール入ってきた、ヘディング。さあ拾って草野、抜けたシュートだ、よく入った、水戸先生。拾うのはいわき、山下縦に飛ばして田中のシュート。まあ、75分になります。田中、久しぶりから縦、山口前を向く、桜井追っていくが追いつかない。うん、落としたところを五十嵐、中に追って谷村、追いついた、追いつきました。75分、谷村18ゴール目、6試合ぶりのゴールです。来ましたね。いや来ましたね。まあ、ただこの攻撃のスタートのところもね、カナダ選手が非常に難しいボールをね、はい、収めたところ、うん、この手前なんですけど、はい、中島、中島シュート入った。放り込んできます。ふわりか、こぼれて山下、右足いくか、シュート、おっと山口、もう一回カナダ、いや今試合終了、水戸ホーリーホック残留確定。そしていわきのプレーオフへの夢はここで消滅。